では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。紙プロ5号高田さんの表紙、1997年9月25日、紙プロ5号ですね、ナンバー5で、今回は永井選手と柳沢隆志選手のインタビューで、前半が永井選手のインタビューで、今回柳沢隆志選手のインタビューをお送りします。で、この柳沢隆志選手のインタビューが1997年7月29日ピーズラボ、パンクラスの事務所ですね、うん、懐かしいですね。ピーズラボ、ピーズラボ懐かしいですか。懐かしいですね、響きが。え、今も2021年もありますよ。いや、久しぶりに聞いたという。ああ、そういうことですか、はい、ピーズラボ、はい、あまり聞かないですか。この業界内ではよく聞きますか。あ、そうですか。私ちょっと業界から離れてるんです。いや、ちょっと待って業界から離れてるんですか。離れてますよ。離れてるんです。はい、はい、わかりました。で、ちょっと僕これ前半が永井選手で、はい、柳沢隆志選手、ここの2限インタビューって書いてるんですけど、はいはいはい、時間差2限インタビューって書いてるんですけど、そうですね、7月29日同日、永井選手のインタビューの方が先に行われて、うん、リングス事務所で行われて、うん、柳沢選手のインタビューが同日、うん、ピーズラボでパンクラスの道場で行われた。はい、あの両選手7月29日なんです。そうです、同日に行われてます、ね、ピーズラボとリングスの事務所で、はい、で、これ時間差っていうのはどういうことなんですか、うん、これたまたまだと思いますけど、特に狙って同日にやったということではないと思うんですが、うんうんうん、狙いとしては、当時、まあ、リングスとパンクラスというのは、まあパンクラスがリングスに対して絶縁宣言みたいのを行っている時期で、はいはい、うん、それと同時に永井選手と柳沢選手が、うん、それぞれの所属団体以外に全日本キックでデビューをすると、同時期にですね。はい、で、まあ、画期的なことですね、はい、で、お互い、まあ、意識し合ってるだろうということで、うん、いい意味での、まあ、両団体の煽り、両選手の煽りも含めて、はい、対立インタビューみたいな形にしてあるということです、ね、うん、はいはいはい、ですから1997年当時はリングス永井光也選手、うん、パンクラス所属の柳沢隆志選手、はい、でそれぞれが第三者のキックボクシングのリングで、うん、はい、それぞれ試合を行うであろう、そうですね、デビューをするという時期ですね、うん、はい、で、柳沢選手が、うん、まあ、デビュー戦で村上龍二選手か永井光也選手とやりたいと言ったことに対して、永井選手は、うん、まあ、もし実現したらきっと後悔することになると、どっちが強いか試合で見せてあげましょうという挑発返しをしてるわけですね。あ、それ、はい、それ面白いですね。で、それに対してこの柳沢選手が、うん、どう答えるか。ああ、上等だよという。あ、なるほど。はい。ですからこれ、うん、永井選手がこう横で睨んでますよね、これ。あ、はい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 、これですね。横目で睨んでます、うん、柳沢選手。そういう構図にしてあるということです、ね、うん。で、同日先に行われた永井選手のインタビューで、はい、まあ、実現したらきっと後悔することになると、どっちが強いか試合で見せてあげましょうと言っている永井選手の発言に対して、同日後に行われた柳沢選手のインタビューでは、正面を向きながら上等だよと切り返しているという、なるほど、まあ、紙面の中での対立を煽っているということですね。これでも、はい、やらしい作り方ですね。やらしい、うん、面白いんですけど、やらしいです、はい、なぜやらしいかなっていうと、はいはい、永井選手に、うん、そのカメラマンが写真を撮るときに、うんうん、右の方を見てくださいね、カシカシって撮ったと思うんですよ、はあはあ、で、柳沢隆志選手はちょっと正面向いて、うん、目線ください、はいはいはい、ちょっと上目遣いでください、はいはいはい、カシカシ、はいはい、で、紙面上はこういう風にされてしまうと、その選手としては、はい、いや、そういうつもりじゃなかったのに。おいおい、待ってる。おそらくこれはでも両団体にこういう構図でやるというのは説明してあると思います。ええ、うん、もうラフみたいなものを見せて、うん、まあ、ラフというか、まあ、こういう構図でいきますと。そこは正々堂々と言ってると思いますけど、ね、うん、なるほど、はい、隠し撮り的に、あるいは確信犯的に、うん、やってるということではないと思います。じゃないとこんだけ堂々と対立させることはなかなか難しいと思うので、うん、まあ、パンクラスさんがリングスさんに絶縁宣言みたいなのをしてる状況の中ですから、う
まあ面白くね伝えるのが仕事といえば仕事ですからね、神プロさんの。ただこれ写真撮るときには、はい、右見てください、正面見てくださいっていう風に撮ったと僕は想像します。なるほど、はい。それで、ええ、時間差逃げインタビューの時間差は答えていただいてないんですけど、はい、特に狙ったわけじゃないと思います。当日に関してこれ時間差って つける必要ないんじゃないですか。逃げインタビューどこに書いてあります、時間差。ここですね、これ。あ、その一番、あ、これ、はい、同日、あ、時間差、これはそうですね、時間差逃げインタビュー。なるほど。まあでもこっちの方がいいんですかね。まあ、まあ、これは別に、あの、なんて言うんでしょう、悪意がある書き方ではないと思いますけどね。わかりました、はい、じゃあ何でもかんでも紙プロには悪意があるみたいな言い方はあの名誉毀損で訴えられると思いますよ。そうですね、いやいや、それ名誉毀損毀損ってなんですか。いや、ちょっとまあごめんなさい、後出しでクレームを言ってみ、はい、ました。じゃあ行きますか、はい。柳沢選手の、柳沢選手、はい、ウィズ尾崎社長って書いてます、ね、おお、じゃあ尾崎社長が同席したということですね。うん、そうですね、うん、じゃあお願いいたします。今ちなみに何分ぐらいなんですか。今6分ぐらいですね。なるほど、はい、切ります。最初のところちょっと読みましょうか、はい、はい、最初飛ばしますね、うん、はい、はい、7月25日のデビュー戦、うん、後楽園ホールでエドワード・サーストンに1ラウンド KO 勝ち、うん、で柳沢選手はプロレスラーと同時にキックボクサーの肩書きも持ったわけですよね。あ、うん、ただ試合後に言っていた通り遠回りをしている意識もあると、うんうん、と聞き手が聞きます。ちょっと待ってください、はい、柳沢選手は先にデビューしてるんですね。7月25日に、はい、これどこで全日本キックですかね。そうです、全日本キックです。はいはい、すいません、はい、エドワード・サーストンという選手に1ラウンド KO 勝ちをしている、うんうん、はい、で聞き手が聞くと柳沢選手が、遠回りをしている意識はありますねと、うん、今のパンクラスなら自分の足りない部分を他の選手と一緒に練習して補えるんですよ、うん、コツコツと実力を伸ばすことはできるんです、うん、でも少しワープしたくなったんですね、うん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 、もしかしたら遠回りかもしれないけど俺にとっては一番プラスになることだと思うんで、うん、そのために会社にわがままを言って、うん、キック修行でオランダに行かせてもらってね、うん、オランダにも行ってかれたんですね。で聞き手がいやもっとわがままを言ってほしいですよ、うん、というか全てのわがままが通るくらいになってほしい、うん、と聞き手が言うと柳沢は、選手が正直に言って俺もそんなにわがままだとは思ってないです、うん、でも社長がいるからそう言わないと、うん、で尾崎社長がえっと言ってますね、うん、で柳沢選手がいやわがままなんですよ、俺が自分勝手というか違うことをやることでスタッフが動いて社長が徹夜して海外に電話したりとかっていろんな動きが生じてくるんですよ、うん、普通にやってる時は出ない動きが出るわけでやっぱそれは理解してなきゃダメですよね、人として。俺のためにやってくれるのが当然じゃないかって気持ちを俺は持つ人間じゃないんで、どちらかというと感謝の気持ちでいますから、やっぱ悪いなぁと。でそれに尾崎社長は良かったと言ってかっこ笑いになってますね、はい、はい。で柳沢選手がそれにこれだけやって結果を出せるのかっていう、ただ出せるって自信があるんでしょうね俺の中に、うんうん、っていう感じですね。序盤はですね、はい、全日本キックでデビューをして、うん、1ラウンドで KO 勝ちを、見事な KO 勝ちを収めた、うん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 、これ大したもんですね。大したもんですね、うん、この当時、はい、97年というと、うん、まあ、タムちゃんがリングスに、ね、入って、はい、約1年1年、はい、ぐらいの時ですね。1年3ヶ月ぐらいですかね、はいはい、で永井選手やこのパンクラスの柳沢選手が全日本キックでデビューするということに関して、うん、タムちゃんは何か意識したことはありました、うん、当時記憶にあります。あのね、当時私この紙プロ自体を読んでなかったので、おー、なるほど、この情報、その永井選手、柳沢選手キックに出場っていうのが、うん、ちょっと、耳に入って抜けてるのか、うん、全く情報として入ってないのか。あ、だからシュープロとかゴング格闘技とかにも載ってるんじゃないですか、紙プロ読んでなくて。載ってます？載ってると思いますよ。あ、お二人に興味がなかったということですか。聞き方がおかしいですね。
いやいや、当時もしかしたら興味なかったかもしれないです。ああ、なるほど。うん、ただ、こうやって振り返ってみて、うん、柳沢選手が、うん、97年の7月25日に、後楽園ホールで、第三者っていうか、うん、全然もう、プロレス、パンクラスとはもう全然関係のない、はいはいはい、競技も種目も違う、はい、キックボクシングっていうルールの中で、うん、こうやって KO 勝ちっていうのはすごいですね、うんうん、今振り返ってみてもそうですね、うん、これあくまでね僕、うん、こう個人的に判断するとやっぱキックボクシング柳沢選手が、まあ、打撃主体の総合格闘技打撃主体の選手であったとしても実際キックボクシングのリングに上がるとやっぱ、ま、全く畑が違うわけですよ。そうですね、もう間合いから何からも全て違いますよね、うんはい、いわば本当にこうデビュー戦ですよね、うん、だからこう緊張して舞い上がったり上がったりするでしょうし、うん、その状況の中でねよく KO 勝ちなんかできたなと思いますね。なるほど、うん、ですからパンクラスに所属しながら、うん例えば高橋選手は、うん UFC に出ていったり、はい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 、パンクラスも意外とこう他流試合に出ていってる時期でもあるんですよね。そうですね、はい、で、まあ、その他流試合のこととか、リングスの永井選手のこと、うんうん同じ全日本キックでデビューした永井選手のこと、まあ、いろんなことをそれから NWO 当時プロレスでブームだった蝶野さんたちの NWO のことについてもこれからこのインタビューでは言及されていく。語ってるんですか、ええ、柳沢が選手が語ってます。へえ。ですからまあちょっとこのインタビューも楽しみにしていただきたいなという形ですね、うん、はい、はい、じゃあ一回切ります第1話は、はい、じゃあ第2話に続くということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。